むしろ女性の方が悩んでる可能性が高いと思います。まあ、正直、早く行動した方が僕はいいと思いますね。では続いて、彼女と付き合って半年なんですが、自分は大学生で彼女は就職しています。LINE を会う、約束以外、LINE で会う約束以外しません。会う頻度は月に3回程度です。夜の痛みもしたことはありません。自分は相手も付き合うのは初めてです。これは別れる原因になりますか？ポジティブにお願いしますということなんですが。で、半年なんですけれどもってことなんですが、そうですね。まず月に3回程度しか会わなくて、半年も付き合っていて夜の痛みがないと、おそらく彼女の方は、あ、自分は求められてないんだろうなっていうふうに思ってしまう、可能性があると思うので、正直早く行動した方が僕はいいと思いますね。やっぱり自分が認められてないっていうのもあるだろうし、初めてお互い初めてだと男以上に女性は自分からその来てっていう風に言うことはまずできないわけですよ。そうするとむしろ女性の方が悩んでる可能性が高いと思います。で、大体こういう言えない悩み、その恋愛関係とかでお互い言うことができない悩みっていろいろあると思うんですけど、お互い言えない悩みって大体お互い思ってるんですよ。だから例えばデートに行った時に、わ、なんか男の方が、わ、もう俺超緊張する、どうしよう、やべえと思ってる時は、相手も緊張してるんですが、そういう時は、なんか緊張するねっていうふうに一言言うことによって、お互い私もってなって、それで最初の共通点が生まれてうまくいったりとかするので、言ったら、直接、相談したら、うん。そう思ってるんだけど、俺も初めてだからよくわからないから、ちょっと不安で、どうっていうふうに聞いてあげるのがいいと思うんですよ。変にカッコつけないで。うん。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。